月の地下に洞窟を発見をやってみたいと思います。よろしくお願いします。2024年7月15日、月の地下に洞窟のような空洞が存在することを示す研究結果が査読付き論文として科学誌ネイチャーアストロノミーで発表されました。この発見は将来の月基地建設にとって極めて重要なものになる可能性があります。当動画では論文の全文を翻訳した上で解説を交えながら要点や論証、主張を要約し、最後に私ちかこの考察を加えます。論文名は月面の静かの海の下にあるアクセス可能な洞窟通路のレーダー証拠、イタリアトレント大学のロレンツォ・ブルツォーネ、レオナルド・カレルら6名の共著論文です。はじめに、月の地表下の通路コンジットの存在は少なくとも50年間にわたって理論化され、広く論議されてきました。2009年に月周回衛星カグヤ・セレーネによって取得されたデータの分析から、洞窟通路にアクセスできる可能性のある崩壊縦穴の最初の証拠が得られました。この証拠はその後2012年以降に月探査機ルナーリコネッサンスオービターのカメラ LROC で撮影された画像によって確認されました。現在月面には200以上の縦穴が確認されており、そのうちのいくつかには光学画像で影になった領域として識別できる張り出し部分が存在することから、その下に通路または大きな空隙が存在することが示唆されています。しかしこれまでの研究ではこれらの開口部のいずれかが地下に広がる洞窟通路につながるかどうか明らかになっていません。我々は静かの海の縦穴 MTP のレーダー画像を分析しました。静かの海は1969年にアポロ11号が着陸した場所です。分析した画像は月探査機ルナーリコネッサンスオービター LRO に搭載された偏光合成開口画像レーダー SAR である小型無線周波数計ミニ RF によって2010年に撮影されました。適切な条件下では放射された電磁波が縦穴を貫通し、影になっている地下通路を部分的に照らして測定可能なレーダーエコー信号を生成することができます。静かの海の縦穴 MTP の特徴。静かの海の縦穴 NTP は静かの海の玄武岩質流北緯 8.3355 度、東経 33.2220 度に存在し、東西方向の直径 D イコール100メートルに達する楕円筒形の穴です。2009年に発見され、後の写真測量により月面で最も深い縦穴と確認されています。MTP の形成には地表近くの貫入マグマ構造の天井止めまたは地殻変動で生じた空隙の上の崩壊地形などの仮説がありますが、その特異な形態のため溶岩道の天井の崩壊によって形成された天井の開口部であると考えられます。MTP のすべての携帯測定データ、LROC データセット及び地質学的特徴を含む表は LROC チームのルナーピットアトラスから入手できます。LRO 搭載の胸郭カメラ NAC で撮影された画像ペアを用いたステレオ分析により、縦穴の壁と底の部分的な 3D 再構成が可能です。拡張データ図1、ワグナーとロビンソンによる静かの海の 3D モデルと気化量を重ね合わせた図 A、 縦穴の特性とレーダー入射光線を含む気化学モデル、入射放射線はミニ RF が撮影した視線角度 C タイルと等しい C タイルで描かれています。 B、洞窟通路特性の反転に関係するパラメータを示す気化学モデルの詳細。拡張データ図1に表示されている変数は次の通りです。
天井傾斜角シータ R、 床傾斜角シータ F、 最大照射深度 ZSS、 通路の長さ LC、 基準となる内壁、床、月表面の各点における二次元座標はそれぞれ PW イコール XW、ZW、PF イコール XF、ZF、PS イコール XS、ZS と表されます。水平距離をデルタ RG、射距離をデルタ R、通路に起因する画像の異常な反射の長さをデルタ RM と定義します。デルタ RM の値は画像から直接測定できます。距離デルタ RG イコールデルタ RM サイン事乗シータ L イコールデルタ R サインシータ L および視線角度シータ L を前提として観測可能な最も深い通路地下点である PSS イコール XSS ZSS の値を決定しました。論文では PSS の座標成分、天井傾斜角シータ R、床傾斜角シータ F、通路の深さ ZCX、通路の長さ LC を求める数式が示されていますが、当動画では割愛します。通路の幅 WX はレーダー画像から直接推測されますが、視線角度シータ L などの測定の幾何学的特性、天井傾斜角シータ R、床傾斜角シータ F、縦穴の直径 D などのいくつかの要因によって影響を受けます。したがって実際の値よりも過小評価される可能性があります。ミニ RF のレーダーアンテナ、レーダー距離軸は東西方向に向けられており、東西方向に測定された MTP の直径となす角度は 0.22 度、つまりほぼ平行でした。したがって当モデルは3次元ですが、Y 座標南北方向は通路の天井と床のモデリングでは役割を果たさないため、一定であり0、縦穴の中心に等しいと想定しました。静かの海の縦穴 MTP の壁は H イコール75から80メートルの深さまで垂直約プラスマイナス15度になっており、東側は20から40度張り出しています。西側も同じ深度で張り出していますが、傾斜はより規則的であり10度です。光学的な観察では、空洞は張り出し部分の形状に従って、西と東の両方に広がっているように見えます。縦穴の底は直径10メートルにもなる巨石で覆われ、さらに細かい流状の物質で埋まっています。そこは10度から20度で傾斜しており、西側では125メートル、東側では135メートルの深さまで光学観測可能です。ステレオ分析モデルの最深点は北西の縁の下にあります。ミニ RF データの分析による洞窟通路の検出。静かの海の縦穴 MTP の小型無線周波数計ミニ RF 撮影ではレーダーアンテナは東から西に向かって照射され視線角度シータ L は 48.9 度でした。図 1A は静かの海の縦穴 MTP のミニ RF 合成開口レーダー SAR 画像です。赤い破線の円は縦穴の端を、白い矢印はレーダーの視線方向を示しています。この画像では縦穴の西側においてレーダーエコーの反射が異常に増加していることがわかります。この明るい反射が月の地表から発生した可能性を排除するために LRO の強角カメラ NAC のデジタル地形モデル DTM のポアソン面再構成によって生成されたメッシュを用いて地表の形態のみに起因するレーダー反射をシミュレートしたのが図 1D です。図 1A と図 1D を比較すると、
異常な反射が地表から発生したものではないことが明確にわかります。むしろこれらの異常な反射の形態と特徴は同等の軌道レーダーセンサーを用いた地球上の類似する洞窟で観測されたものと驚くほど似ています。拡張データ図2、スペインランサローテ島、北緯 29.165 度、正経 13.454 度の地球上の類似する一連の縦穴の特徴。 AX バンド 9.65GHz 超高解像度合成開口レーダー画像 SAR B 地下ライダー 3D デジタルモデルなしの 3D レーダーシミュレーション C 地下ライダー 3D デジタルモデルありの 3D レーダーシミュレーション。赤い線は地下通路内部から発生するレーダー応答を示しています。で、表面透明と地下の 3D ライダースキャンとドローンによる写真測量、赤から緑への色分けはポイントの深さが徐々に増加していることを示しています。 E 合成開口レーダー画像の詳細と地表と地下の 3D ライダースキャンおよびドローン写真測量を重ね合わせた画像、これら地球上のケースにおける 3D レーダーシミュレーションと比較することで、静かの海の縦穴 MTP における異常な反射は天井の張り出しと地下通路のレーダー応答に起因することが分かりました。図 1B に示すレーダー画像の RGB-MCHI 変波分解の分析により、仮定された MTP 地下通路からの反射は単一反射散乱青と二重反射散乱赤と一致することが明らかになりました。これは地下通路の予想される後方散乱のレーダーモデルと一致しています。MCHI 変波分解とは、M 変波度と CHI ポアンカレ球における変波楕円パラメータを変数に用いた画像分析の手法のことです。異常な反射の増加が静かの海の縦穴 MTP の地下構造に起因するものであることを確認するために、縦穴および地下洞窟通路の様々な形状の 3D レーダーシミュレーションを続けて実行しました。まずワグナーとロビンソンによって再構築された MTP の 3D モデル、月表面、縦穴の壁、張り出しをポアソン局面の再構築によって得られたメッシュを入力として 3D レーダーシミュレーションを行いました。これを図 2B に示します。MTP のミニ RF 合成開口レーダー SAR 画像である図 2A と比較すると、異常なレーダー反射の明るく広い部分は張り出しに起因するものであることが示唆されます。ただし反射の2番目の弱く狭い部分はこのモデルでは正当化されません。地球上の類似する洞窟で観測された結果に基づくと、この狭い長方形の反射は地下通路の応答に起因すると考えられます。静かの海の縦穴 MTP の起源が溶岩洞の崩壊であるという仮説は、縦穴の壁からさらに伸びる洞窟通路の存在を示唆しています。縦穴が開放された際に天井から崩落した物質は、観察可能な縦穴の底に対応する円錐形の堆積物を形成しているはずであり、その堆積物の傾斜は坑道の中心から離れるにつれて減少し、安息角があるはずです。安息角とは堆積物が滑り出さない限界の角度のことです。ここで喉を潤させていただきます。洞窟通路モデルの 3D レーダーシミュレーション、洞窟通路の潜在的な幾何学的特性に関する地質学的過程を踏まえて、我々はレーダー応答の一連のシミュレーションを作成しました。結果を図 2C から F、拡張データ図3および拡張データ図4に示します。
シミュレーションの各ケースは通路の天井と床の傾斜が異なります。図に静かの海の縦穴 MTP の 3D レーダーシミュレーションの結果、 C モデル A 天井と床の傾斜ともに3度、 D モデル B 天井の傾斜55度、床の傾斜45度、 E 天井と床の傾斜ともに5度、 F 天井と床の傾斜ともに70度。赤い破線は観測データ図 1A の異常な反射の輪郭を示しています。観測データとシミュレーションデータの比較により、 MTP の西側の壁の下にアクセス可能な通路のような洞窟が存在することが示唆されています。拡張データ図 3D レーダーシミュレーションの結果の追加データ、A 天井と床の傾斜ともに10度、 B 天井と床の傾斜ともに20度、 C 天井と床の傾斜ともに50度、 D 天井と床の傾斜ともに60度、 E 天井と床の傾斜ともに80度、 F 天井の傾斜50度、床の傾斜40度、 G 天井の傾斜60度、床の傾斜40度、 H 天井の傾斜50度、床の傾斜60度。拡張データ図 4 3D レーダーシミュレーションの緯度方向出力プロファイル、 A 月表面標高モデルのみ、 B ワグナーとロビンソンの 3D 縦穴モデル表面と張り出し部分、 C モデル A 天井と床の傾斜ともに3度、 D モデル B 天井の傾斜55度、床の傾斜45度、 E 天井と床の傾斜ともに5度、 F 天井と床の傾斜ともに50度、 G 天井と床の傾斜ともに60度、 H 天井と床の傾斜ともに70度、 I 天井の傾斜50度、床の傾斜40度、L 天井の傾斜60度、床の傾斜40度、 M 天井と床の傾斜ともに20度、 N 天井と床の傾斜ともに80度。約0デシベルとマイナス10デシベルにおける出力ピークはそれぞれ張り出し部分と通路の応答です。大きな負の出力ピークは縦穴の内部に対応しています。これはミニ RF のダイナミックレンジが原因であり、実験データには表示されません。月表面からの出力応答のレベルには実験データとシミュレーションデータの間に約10デシベルの相違があります。これはシミュレーターが縦穴からの散乱の気温は正しく推定していますが、月面からの拡散散乱の気温を約10デシベル過小評価していることを意味します。ただしこれは結果の妥当性には影響しません。拡張データ図5に示すように観測データに最もよく適合するシミュレーションモデルはモデル A 図 2C およびモデル B 図 2D となります。2つのモデルはシミュレーションと観測レーダー画像間の相関係数を最大化します。拡張データ図5観測データとシミュレーションデータの間の相関分析による最適モデルの選択結果、 A 相関係数の値と天井及び床の傾斜の関係、黒い矢印は最適モデル B に対する不確実性を表します。 B 相関係数の最大値と天井の傾斜の関係、洞窟パラメーターの決定におけるレーダーの曖昧さの結果として、最適モデルはモデル A とモデル B の2つが考えられます。参考としてワグナーとロビンソンの張り出しモデルのみに基づくシミュレーションデータの相関係数の値は 0.66 です。図 3A に示すモデル A は図 2C に対応します。天井と床の傾斜はともに3度、プラスマイナス 2.5 度、反射の最大表面深度は135メートル、通路長は25メートルと推定されます。
図 3B に示すモデル B は図 2D に対応します。天井の傾斜は55度、プラスマイナス5度、床の傾斜は45度、プラスマイナス5度、反射の最大表面深度は175メートル、通路長は77メートルと推定されます。これらの最適結果により、異常な反射が地下通路から発生したことが確認されます。推定される通路の幅は、どちらのモデルも45メートル、プラスマイナス 7.5 メートルです。しかし、ミニ RF では55メートルを超える通路の幅を測定できないことが分かりました。これはミニ RF 撮影における幾何学特性、視線角度 48.9 度と通路の幾何学形状の複合的な影響により観測が制限されるためです。したがって実際の通路の横方向の広がりはミニ RF レーダー測定から推定できる範囲よりもはるかに大きい可能性があります。拡張データ図6 LROC 強角カメラ NAC 画像と静かの海の縦穴 MTP のメッシュモデルの比較 ALROC 強角カメラ NAC 画像解像度 0.41m パーピクセル。注目すべき点は8から10メートルの大きさの2つの大きな岩が縦穴の床の南西側にあることです。 B 図 6A のシェーディングされたメッシュモデル、縦穴の底の中央にはジオメトリノードで生成された1から4メートルのサイズの岩石が配置されています。C、D、E、F、G、モデル化された通路の平面図と透視図、LROC、強角カメラ、NAC、およびワグナーとロビンソンによる写真測量モデルはオレンジ色で、シミュレーションで生成された縦穴と洞窟はシアン色で表示されています。洞窟の有無がシミュレートされ、通路の幅は30、50、100、200メートルが選択されています。チェックボックスはシミュレーションの出力が観測データと一致するかどうかを示します。50、100、200メートルのケースが一致しています。拡張データ図7。通路の幅の異なる値に対する 3D レーダーシミュレーションの結果、通路の幅は A 15メートル、B 30メートル、C 55メートル、D 100メートル、E 200メートルと仮定しています。F レーダーで測定した通路の幅とシミュレーションモデルの通路の幅の比較、さらに閉鎖されたマグマ空間または地殻伸長による空隙という代替仮説もテストしましたが、図 2F 天井と床の傾斜ともに70度、これらの仮説では洞窟システムへアクセスすることができません。したがって拡張データ図 3E 及び図 4H 図 4N に示す急傾斜70度または80度の張り出しのある小さな空洞を想定した 3D レーダーシミュレーションは観測データと一致しません。縦穴の西側から地下に広がる通路型洞窟が存在するケースのみ、シミュレーションが観測データに適合することが示されています。縦穴の床の西方向への平均傾斜が3度であるモデル A では、観測されたレーダー信号の異常は通路の25メートル奥側で床の傾斜と交差するため、広がりが制限されます。この場合、通路は主に水平となります。モデル B では、レーダー信号は通路の77メートル奥側、深度175メートルで床と交差し、より大きく急傾斜な円錐状の堆積物の側方で床が傾斜しています。このシナリオでは、天井の崩壊によって形成された縦穴の自然特性とより一致します。落下した物質によって形成された円錐状の堆積物は縦穴の天井自体の容積とほぼ同じ体積になり、ほぼ同じ深さになるはずです。
このモデルの場合、通路はレーダー画像よりもはるかに広い可能性があります。今後、様々な方向と角度からのさらなるレーダー観測を行えば、洞窟通路の幅及び東側の壁の下の反対方向への通路の広がりの存在をより正確に解明できるでしょう。議論と結論。ミニ RF は月の縦穴の調査を行うために特別に設計されたものではありません。センサーの解像度は約 15×30m で、直径が約 80m を超える縦穴の評価のみが可能です。また月の縦穴をカバーするデータの量は限られています。したがって当研究で扱った方法では、静かの海の縦穴 MTP 以外では、地下通路へのアクセスが可能な縦穴を特定できませんでした。しかし、これらの制限にもかかわらず、MTP のミニ RF 合成開口レーダー SAR 画像の分析により、月の縦穴の底に長さ数十メートルの洞窟空洞が存在することが示唆されました。これは細長い通路である可能性があります。この発見は重要です。将来、このような構造を直接調査することで、異なる年代の重なり合った溶岩流のサンプルにアクセスできるようになるため、月の海の配置に関する重要な洞察が得られる可能性があるからです。これにより、月の歴史と惑星の火山活動に関する理解が大幅に進みます。また、この発見は MTP が月面基地の有望な場所であることを示唆しています。なぜなら、MTP が過酷な月表面環境からの避難場所、シェルターを提供し、長期的な有人月面探査をサポートする可能性があるからです。今後、基地のすべての月の縦穴の内部を解析できる解像度を持つレーダー軌道センサーが月軌道上に配置されれば、本論文で紹介した研究は大幅に拡大されます。すべての縦穴を徹底的に調査すれば、月地下探査に最も有望なアクセス通路を特定できるだけでなく、宇宙放射線から保護され、気温が安定した最適環境に人類の有人月面基地を設置するための重要な情報を得ることができます。同じ方法はすでに1000以上の洞窟の入り口が特定されている火星でも使用でき、地球外生命をターゲットとする将来のミッションに対する前例のない情報を提供するでしょう。地下湖の考察。今回の発見は月の地下にアクセス可能な洞窟通路が存在することを示す初めての直接的な証拠となります。そして将来の月探査ミッションにとって重要な意味を持つ可能性があります。月面には人類には有害な宇宙放射線や太陽放射線が絶えず降り注いでいます。隕石の脅威も絶えません。また昼と夜の温度差が280度もあります。しかし月の縦穴内で太陽の光が届かない領域は温度が摂氏17度前後で安定しているとの論文が2022年7月にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者グループから発表されています。また地下洞窟は放射線や隕石のリスクも劇的に緩和されます。これらの洞窟が将来の宇宙飛行士を月面の過酷な環境から守ることができる恒久的な活動拠点の候補地になる可能性は十分にあります。月面の恒久的な拠点は月面での研究ミッションのためだけでなく、太陽系内のさらに遠方へのミッションの発着場としても期待できます。また、月の洞窟には不可欠な資源である水が存在している可能性があります。水は飲用だけでなく、水素と酸素に分解すると、水素はロケットの燃料に、酸素は呼吸用とロケットの酸化剤に使うことができます。
また月面に活動拠点を建設するには地球から資材を運ぶ必要がありますが、洞窟を利用できるとなると建設コストや運用コストが大幅に下がるでしょう。深さ100メートル以上の縦穴を行き来するためのエレベーターなどの技術的課題をクリアできれば、縦穴洞窟が建設場所に最適な選択肢となるでしょう。当チャンネルでは今後も宇宙開発に関する動画を投稿していきます。チャンネル登録をされて続編の動画を首を長くしてお待ちくださいね。